はい、スパラジビです。今日ね、木曽です。もうだいぶね、秋めいてきて、南風も少なくなってきたんですけど、今日はちょっと南西がね、どうでしょう、まあ、4メーター前後、まあ、3から5メーターぐらい吹いてるんでね、これから乗っていきたいと思います。今日のねセッティングご紹介しますね。まずCK カーボン65、そして、カーボンマス85ですね。で合わせるのが、まあ、ちょっと微風なんですけど、まあ、3から5メーターぐらいでこのクジラヘリウムね、1200、これでね、まあ、1500とか1750だったら、まあ、間違いなく浮くと思うんですけど、まあ、この微風でもこのクジラ1200、まあ、どこまで通用するか、テストしたいと思います。あとね、リアの方はね、この間220使ったんですけど、今日は178、まあクジラの980とかにね、ついてる、あ違うな、今日は218いきましょうか。ヘリウムの元々の218ですね。218のサービス使いましょう。1200のね、コンプリートキットには216っていうねサイズのサービスが付くらしいです。このアルミマストもね、アルミマストね、このカーボンマストもね、新しいのはこれ M8 になってね、かなりしっかりと、まあ入りもね結構深くなったんでね。でフロントウィングもこう何でしょう、こうぶれないようなそんな、感じの作りになってます。しっかりと抜きましょうね。よく確認してね。でサビです。サビは、218です。まあ、これでね、もし、まあ、浮きが悪いようでしたら、まあ、フロント、まあ、1500か、まあ、1750、まあ、それに変えたいと思います。まあ、1750だったらもうすぐ浮いちゃうんで、それではちょっと面白くないんでね、まあ、1500にするか、まあ、サビの方をまた220に変えて、まあ、サビ変えただけで浮きが良くなるのかっていうね、テストしたいと思います。まあ、この状態でね、まあ、ヘリウムの1200、まあ、リア218の、このセッティングで、まあ、問題なく浮けば、まあ、それで、乗っていきたいと思います。あとね、今日はねこの AK エアダッシュの、ウィングハーネス、これねちょっと一回テストしてみたいと思います。もうこれねカイトもですね、カイトのハーネスになってますね。こんな感じですね。これですね、これね、今から使ってテストしたいと思います。さあ、それではね、行ってみましょうか。今日は、ジョドンユニット6ですね、6平米。これで行きます。風もやっぱり弱いですね。3から5メーターないな、これは。3、4メーターですかね。まあ、そんな微風のコンディションで、このね、ヘリウムの1200、まあ、飛ぶのか飛ばないのか、検証してみたいと思います。まあ、どうでしょう、メンバーさん、GA の 7.2 で、ヘリウムの1750で浮いてますね。まあ多分いけると思うんでね、まあ、この風で、まあ、1200のヘリウムで浮いてしまったら結構1500も1750もかぶっちゃいますよね。まあその分はね、多分大規模は
まあ楽だと思うんですけど、やっぱりその1750、1500で、まあ、ビフで行くのはね、まあ、今までのその、まあ、テストでね浮かしてるんですけど、まあそんなコンディションでもね、まあ、1200は浮くのかっていうところで、まあでも浮かせ方ですよね。まあそんなハイアスでもないんで、まあしっかりまあ踏み込んでパンピングすれば浮くと思うんで、しっかりその辺いろいろと検証してみたいと思います。いやでもね、やばいですね。本当、3メーター、4メーターってところでしょうか。まあブローで 4.5 とか5メーター多分ないと思いますね。まあ今日ね、AK の新しく出たハーネスも試してみたいと思います。でもこのね、ジオコンのユニット結構硬くてパンチあるんでね、ビフに強いんで軽いし、でもしっかり踏めばいくと思うんですよ。もうちょっとブローラインのところで、ね、全然来ないですね。イージーホーリーが浮いてますよ。試したいと思います。まあ、今のね、この3から5メーターぐらいは全然問題ないです。まあ、ありだと思いますよ。まあ、一つ上のライダーはやっぱりクジラの900回収とか、まあ、1095とか、まあ、一番おすすめは750なんですけど、750がね、やっぱり5、6メーター富士から全然浮いて、すごいスピードで走るんで、あれおすすめですね。
ちょうどね、今こう落ちて1から3ぐらいかな。ちょっとそんな感じに今なったんで、ちょっとしっかり浮かしてみたいですね。かろうじて、まあ、まあ棒でも65といってもね、まあ、ほぼイーブン体重なんで、まあ、体重自分が64で、棒が65リッターなんで、まあ、今、ブローで3メーターぐらい。3.5 はないかな。そんな、コンディションです。まあ、多分風の音もそれ聞こえないと思うんですけど、ここでちょっと浮かしたいですね。浮くのかな。浮きますね。3メーターぐらいのブローで浮きますね。ということは、まあ、この今サビ218使ってるんですけど、まあ、全然問題ないですね。まあ、実際この1200には、ね、216っていうのがつくらしいんですけど、それでも多分対応できるんでしょうね。メンバーさんも GA の 7.2 平米の平米の1750でもできないんで、全然ちょっと下りますか。まあでもね、まあ、こんなに、まあ、ビフでも浮いてしまえばね、全然走っちゃうんで。よいしょよいしょ。ひょうかさん久しぶりや。まあ、大成功っていうか、いいテストができました。